ムーランのリライフ談話室。幸せ感じたい。はい、ムーランです。がんに普通も普通じゃないもありませんが、ただ種類の少ないがんの場合、希少がんといわれ、過去のデータや手術例も少なくて、患者さんにとっては大変不安要素になると思うんですね。今日はそのようながんの一つ、GIST というがんの患者のためのコミュニティ代表にいろいろお伺いしてみたいと思います。はい、ではおはようございます。おはようございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、どうぞお名前と。GIST のと肉腫患者、はい、そのコミュニティで、ジスターズネットと言いますけれども、はい、そちらの代表しております西舘と申します。西舘さんです。よろしくお願いします。ですね、早速なんですけれども、はい、先ほど希少がんって言いましたけど、はい、何だって私この鼻中隔がんというがんになった時にもう散々言われまして、そんな私がなんでございますけれどもそのやっぱりが、ね、このジストというがんのこと、私認識不足で知らなかったんですけれども、そのことについて、それからコミュニティをなさってる、コミュニティって言いました今、コミュニティを、なさっていらっしゃる動機などもお伺いしたいと思います。で、聞くところによりますと、奥様がその、がんになられたとのことで、申し訳ございませんけども、そのお話もよろしいでしょうか。はい、じゃあよろしくお願いいたします。はい、します。何しろ私もね、お伺いするのにやっぱりちょっとお勉強しないとと思いまして、そのコミュニティを見せていただいたんですけれども、はい、本当しっかりできてますし綺麗ですしね、びっくりしちゃったんですけど、あれを作ってらっしゃるのが西舘さんですか。はい、そうです。はい、そうです。簡単にすごいぜひね、皆様にも見ていただきたいと思います。それで、それを見て勉強したら余計ね、はい、つくづく簡単になんてね、これは難しいなと思ったんですけれども、うん、はい、その、GIST って書いてあるんですのは、消化管間質腫瘍でありましたけども、はい、どういうあれなんでしょうか。ですね、まずがんという言葉の方からちょっとご説明をさせていただくことになるんですけども、よくがんと言いますけれども、これは一言で言うとキャンサー、キャンサー、はい、ね、英語で言うとキャンサーですね。はいはい、でこのがんが実は2種類に分けることができるんですけども、一つは五大がんという言葉がありますけども、肺がん、胃がん、肝臓がん、乳がん、大腸がん、はい、そういったがんのことをがん種と言います。がん種、はい、正しくはがん種と言います。はい、これがんは漢字のがんです。はい、はいはい、でこれは英語ではカルシノーマと言いますけども、これが一つ、はい、でもう一つが肉種になります。あ、そうです、ね、はい、でこれが英語ではサルコーマということになるんですけども、はいはい、ジストは実はこのサルコーマの肉種の方に入るがんになります。はい、で消化管にできる肉腫というのは、他にも平滑筋肉腫ですとか、あとは本当に珍しい肉腫で神経にできるような、そういったものもあるんですけれども、そうですよね。ただその肉腫で消化管にできる悪性の肉腫の中で、ジストは非常に割合が多くて、7割、6割から7割はジストであると言われてます。はい、そうなんですか。はい、で消化管ってこう食べ物を、自動的に、なんていう、自動的にというか、食べたらどん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 入っていく、はいはい、で出るまでこう、はい、絶えずこう動かしていきますよね。そうですよね。でそれ心臓と同じように、自分で意識することなく入ってますよね。消化管にもその心臓、例えば心臓がちょっとおかしくなるとペースメーカーを入れたりしますけども、うん、
消化管の方にもその動きをコントロールするペースメーカーとなる細胞があるんですね。でその細胞の中の遺伝子の一つ、それの変異によって、起きるがんというふうに今そこまでは分かってます、はい、でも分かりますね、そういうのもあるだろうと、そうなんですか。でということですけども、はい、どんな症状っていうか、要するにここ分からないわけですから、はい、どうして分かるんですか。ですね、もうほとんどはがん検診のような、そういった検診で、はい、でほとんど自分では自覚症状がないんですけども、検診を受けてみたら例えば胃の外側にちょっと、腫瘍ができているとか、という形で見つかることが今多いです。で逆にその症状が出て分かったという場合には、うん、もうかなり進行していて、治療も難しい。症状っていうのは、ね、はい、痛い、はい、痛み、そうですね、あとは、まあ、下血ですとか、はい、そういったことで症状が出る、はい、でもその治療をする薬ですとか、どんどん進んでますね。そうですね、10年ぐらい前にはまだ治療法が全くなくて。10年ですか。まだ10年最近ですね、はい、で最初に、今保険承認されている薬が2種類あるんですけども、一つが、まあ、イマチニブという薬で、もう一つがスニチニブ、その2種類しか今ないんですけれども。2種類だけ。はい、でイマチニブが承認されたのが2003年ですから、まだ10年経ってないんですね。本当に最近の話なんですね、はい、で、スニチニブが2008年ですか、ですからこの2種類の薬だけですので。そうなんですか、うん、まあ、書いてあるのを見ましたら、その患者数っていうのが、10万人に2、3人ですか、はい、なんかそんなような書いてあります。そうですね、今、どれぐらいの方がいらっしゃる。ですね、これ実は正確な統計がないんですけれども、まあ、希少がんということでなかなかそういったデータも集まってなくてですね、ただですね、皆さん検診に行かれると思うんですけども、その胃がん検診とか、まあ、がん検診全体のを受けた方1000人に1人ぐらいは、ジストの方が見つかるっていうふうに言われてます。あ、そうなんですか。意外に多いんですね、はい、ただし、ただしそのすぐに治療が必要ですとか、まあ、手術が必要ですとかっていう方が、うん、まあ、10万人に2人1人か2人っていうことになるんですね、はい、なんか、そうなんですか、はい、今伺って、その胃のか壁、はい、胃の壁にコブが、コブじゃないですかね。そうですね、はい、胃ってピロリ菌とかいうのがいるので、あれを結構除去すると、はい、なんか減るとか言いますけど、はい、あれは中ですね、胃の。そうですね、まあ、胃の中って言いますか、表面、胃がこうありますよね、はい、で、その中の表面ですね、そこはまあ粘膜、よく胃の粘膜が荒れてとかっていう話がありますけども、はいはいはい、その粘膜から発生するがんが、まあ、通常の胃がんになるんですね。でその粘膜の下に筋肉の層があるんですけども、その筋肉の層に腫瘍ができて、こう全体を押し上げてくる、これが肉腫ジストということになりますので。なんか分かります、はい、そうなんですか。ですから本当になんていうか、こうコブが出てるような、そういう形ですね、はい、すごいですね、まあ、そういうことで、今そのGネットって書いてありますね、はい、っていうコミュニティをなさっていらっしゃるんですね、はい、それの活動内容ですとか、うん、今度そちらの方をお伺いしたいんですけど、はい、その役割ですとか。あ、はい、まあ、G ネットっていうのはジスターズネットという略なんですけれども、まあ、そうですね、希少がんということでなかなか患者会もまだないんですね。それで、まあ、患者が集まって、うん、まあ、お互い情報交換をしながら、うん、支え合っていこうということで、うん、それを目的として作りました、うん、はい、ですからまだコミュニティということですので、何か目的があるとか、そういったことでやって
てるわけではないんですけれども、はあ、とりあえずこう、とりあえずっていうのはできた、うん、ともかくみんなで集まって、はい、まあ、情報交換であったりということですね。そうですね、はい、それであのその情報交換をする中からあの何かいろんなことがあれですか、生まれてたりしますか。そうですね、あのまたちょっと後でお話しするリレーフォーライフの参加ですとか、もありますけども、ま、あのやっぱりなんていうんですかね、少ないがんの患者で、ネット上でこうコミュニティをコミュニケーションを取ってるんですけども、はい、となかなかあの本音で話ができなかったりとか、どうしてもそのオープンでやってますので、そうなるとちょっと会ってみたいなってだんだんなってきたり、はい、はい、それでまあ2人3人ぐらいの集まりから始まって、5人10人で会を重ねるごとにちょっと増えて、あの、まあ、オフ会というような形でやったりとか、またその中であの、趣味が合う方たちで集まったりとか、なんかいろんな趣味の会、そうですね、まあ、釣りですとか、なるほどなるほど、はいはい、あるいはその中でまた奥様たちだけで集まって女子会をやったりとか、うん、そういうのも実は女子会、いいですね、女子会、あの こういうあれでなくても増えてますからね、うん、どんどんと、ね、はい、まあ、それはいいかもしれない、はい、男子会はないんです。男子会はしょっちゅうありますね。しょっちゅうやってらっしゃる。なるほどね、はい、あ、いいですね、うん、それじゃあもうみんながそこに気楽に出かけていって、はい、病気のことも話せるし、うんうん、それ一番いいですよ、はい、本当にそう思いますね、はい、あ、そうですか。じゃあそのリレーフォーライフのね、ことなんかはまた来週、うんうん、またそういうお時間も取っておりますし、はい、それではですね、ま、今回はあの皆さんにこのジスト、あとであの G ネットのぜひあの見ていただいて、はい、ね、これからのもしそういうふうに言われた方ですとかね、はい、あの病院で、うん、なんだろうこれはって思っちゃいますよね、自分で。そしたらあのぜひそこへね、ご連絡を、うん、ネットの方にご連絡ということがよろしいですね。はい、わかりました、ありがとうございました、はい、ではあの来週もまた西舘さんに、今そのちょっと出ましたけど、私もアンディも参加させていただいておりますリレーフォーライフということについても、お話、それからあの西舘さん個人のお人なりというかこういう方ですっていう素顔にも迫ってみたいと思います。ではまた、はい、ではまた来週、来週ちょっと揃いませんでしたけど、はい、はい、行きますよ、はい、また来週。Thank you.
on your face聞いてくださいね。レッツリライフ。リライフ談話室。脚本パーソナリティはムーラ。制作編集はアンディでした。